はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ルルシミです。本日はモンストプレイしていきたいと思います。早速行ってみたいと思います。はい、というわけでこちらですね、瀬戸内の、海路を制した覇者、究極平の清盛さんですねに挑戦したいと思います。でギミックが、アンチダメージウォールなので、アンチダメージウォールで固めました。あと若干ワープとかヘビさんが出てくるんですけども、まあ、その辺はなんとかしようと思ってなんとかなるかなでは早速行ってみたいと思います。はい、平の清盛さん、あんなに可愛いのあんなに美女だったんだと思って。はい、では行きたいと思います。さくらちゃんが好きで、すごい使ってる。あれ？ゲージ見とった。ゲージを見とった。ああ、ワープ出てきた、ワープ。ほら、平の清盛さんこんな可愛いのめっちゃ可愛いんだけど、超私好み。でもこのアンジェルさん、あれなんかヒーリングボール出しなかったっけ、このせいかな。エンジェルちゃんに容赦ない。だからこの猫の銃自体んだ、忘れてた。すごい忘れてた。この帽子かぶった猫ちゃんのフリーズレーザーが赤が痛い、もうえげつない痛いから、先にこの猫を別にしたい。当たっちゃうかな。あー当たっちゃった。ちょっと痛いな。おい、よしよしよし、どうしようかな。ちょっと怖かった。あ、ちょっと猫ちゃんの十字レーザーにちょっと危うくやられそうだった。私の気のせいかもしれない。あ、ほら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 、出した。やっぱりヒーリングオールを出した。どうしようかな。
チエンゼルちゃんすごいアメとムチなんだけど、ダメージウォール出してヒーリングウォール出してるよ。アメとムチだね。なんか地味に痛いな、地味に。あ、エンジェルちゃんがエンジェルちゃんがエンジェルちゃんが、ヘビさんがね、やっぱ硬いね、残るね。あ、毒食らった。なんでスピクリ頑張ろう頑張ろう。かわいい、カラの清盛かわいい超いい、今の赤ちゃんでもエンジェルちゃん殺さない方がいいかもね。ヒーリングウォールやっぱ出すよ。これザコもやばいやつだ。ザコさんみたいな、私で決めて赤いやつ。現地に遅れを取るんじゃないよ。やってるんじゃないよ。かっこいい。このレーザードピューンが痛い。レーザードピューンが痛い。あ、泣かなかった泣かなかった。あ、もうちょっとあったのに。うわ、フォーミング痛い、フォーミングが痛い。よし、よし。ちょっと時間を取られたと今ので。これちょっと SS 使ってもいいかな、1回ぐらい。まだいいか、使っちゃう。ルシファーが2体いるから分かんなくなった。ちょっと待ってね。いいぞいいぞいいぞ。あかん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 。そりゃ。あかん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 。
今のはかこの太陽脅威のこのねやばいレーザー超痛い。あとザコのレーザーもやばい。いい気持ちいい。できたおめっちゃ落ちた超落ちた。これ一人でやったのにめっちゃ落ちた。わーい4体もゲットした。かわいい子ちゃん平野の清盛こんなかわいいんだねって。もうさっきから言ってるんだけどさ、なんかもっとごっついさおっさんみたいなイメージ。ほらかわいい超かわいい。私この子育てる運極したい。もう願わくば。はい、てなわけで無事に残してくれてきました。はい、てなわけで平野清盛さん無事に残してくれてきました。イエーイなんだろう、結構ザコの攻撃が痛いからザコを結構早めに倒した方がいいかもしれない。結構痛いよレーザーとか。エンジェルちゃんがヒーリングモード出してくれるので、私はそれを後半で気づいたからあんまりエンジェルさんを触れないようにして、で普通にダメージモードでいけば大丈夫かなと思います。じゃあ今日もご視聴ありがとうございます。ルルシでした。じゃあまたね、バイバーイ。